せいたしました。航空石川対桜ヶ丘高校の試合、まもなく開始でございます。まず守ります航空石川のピッチャーは菊谷君、キャッチャー赤星君、ファースト渡辺君、セカンド西田君、サード竹内君、塁審一塁小俣、二塁道筋でございます。1回の表、桜ヶ丘高校の攻撃は1番ショート橋本君、ショート橋本君、石崎くん、キャッチャー萩原くん、ショート橋本くん、レフト松本くん、thank you.
センター小林くん。4番レフト岩崎くん、レフト岩崎くん。サード竹内くん。得点4。
2回の表、桜ヶ丘高校の攻撃は4番ファースト山本君、ファースト山本君。5番ライト北くん、ライト北くん。6番セカンド吉野くん、セカンド吉野くん。2回の表得点なし。2回の裏、航空石川の攻撃は1番キャッチャー赤星くん、2番ライト久保くん、4番レフト岩崎くん、5番サード竹内くん、
2回の裏、得点1。3回の表、桜ヶ丘高校の攻撃は7番キャッチャー萩原くん。キャッチャー得点なし。3回の裏、航空石川の攻撃は6番ファースト渡辺くん。7番ショート加藤くん。8番ピッチャー菊谷くん。3回の裏、得点なし。4回の表、桜ヶ丘高校の攻撃は1番ショート橋本くん。2番センター吉岡くん。Yeah.
4番ファースト山本くん。5番ライト北くん。4回の表得点なし。4回の裏、航空石川の攻撃は9番セカンド西田くん。1番キャッチャー赤星くん。2番ライト久保くん。小林くん。4回の裏、得点なし。5回の表、桜ヶ丘高校の攻撃は6番セカンド吉野くん。7番キャッチャー萩原くん。
奥田君。得点なし。航空石川の攻撃は4番レフト岩崎くん。岩崎くんに代わりまして松本くん。ランナーは松本くん。バッターは6番ファースト渡辺くん。7番ショート加藤くん。
8番菊谷くんに代わりまして松田くん、バッターは松田くん。西田君。1番キャッチャー赤星くん。桜ヶ丘高校シートの変更をお知らせいたします。ファーストの山本くんがピッチャー、ピッチャーの石崎くんがファースト。3番ファースト石崎くん、4番ピッチャー山本くん、以上に変わります。5回の裏、得点4。キャッチャー赤星くんに代わりまして武くん。1番キャッチャー武くん、4番レフト松本くん、8番ピッチ
浦久くん以上に変わります。先ほどの航空石川選手の交代の訂正をいたします。代打いたしました松田君に代わりまして武君が入り、キャッチャーの赤星君に代わりまして浦久君が入り、ピッチャー。6回表桜ヶ丘高校の攻撃は1番ショート橋本君。レフト松本君。
高校選手の交代をお知らせいたします。レフト松本くんに代わりまして森田くんが入り、ピッチャーの山本くんがファーストの石崎くんがレフト以上に変わります。バッターは松本くん。10対0で航空石川が勝ちました。